ナグサイは日本のハンググライダー競技選手。国内の学生大会で多くの優勝を果たし、2017年の世界選手権では最年少選手として出場。2020年の4月、ハンググライダー選手の世界ランキングであるシベルワールドランキングシステムにて37位にランクインした。現在、ハンググライダー選手の国内ランキングであるハンググライディングシリーズランキングにて、 一位にランクインしており、次回の世界選手権に日本代表選手として出場する権利を獲得している。XC パイロット HG 助教員の資格を保有。その他、YouTube にハンググライダーについての動画を投稿するなど、普及活動も行っている。大阪府大阪市出身。桃山学院高等学校、近畿大学経営学部キャリアマネジメント学科卒業。 血液型は A 型。趣味はテニス、筋トレ、映画鑑賞。好きなものはバンプオブチキン、ワンオークロック、スラムダンク、アキラ、風の谷のナウシカなど。好きな食べ物は焼き鳥の心と砂ずり、明太子、焼きナス。リンゴやイチゴなどの果物アレルギーである。好きな言葉は意志あるところに道をあげる。目標はアジア人初の世界チャンピオン。 幼少期、両親に、キャンプや海に連れて行ってもらうことが多く、自然が好きだった。また、雲を見ることが好きで、特に入道雲が大好きだった。中学生時代、雲を見るだけでなく近づきたい、空を飛びたいと思い、テレビやポスターで綺麗な景色を見るたびに飛びたいという、衝動が湧き起こるようになった。大学に入ったら、ハンググライダーを始めることを決意。2012年、 大学への入学と同時に、和歌山県の殿アハンググライダースクールに入った。自身の通う近畿大学には、ハンググライダーサークルが当時存在しなかったが、他大学のインカレッジサークルに入るのではなく、10年前まで存在していた、ハンググライダーサークル、リッチライダーズを復活させようと決意。2013年、大学2年生の時に、ハンググライダーサークルを復活。 友人の手助けを借りつつビラ配りからスタートし、部員を集めた。8月に、足尾山で行われたナサスチューデントカップに、初出場し、セカンドクラスで優勝。2014年、2月に、木の川で行われた全日本ハンググライダー、学生選手権のファーストクラスで準優勝。9月に、板敷山で行われたナサスチューデントカップのエキスパートクラスで悪天候により、 同率順位が多く発生したが、準優勝。10月に行われたイーストジャパンチャンピオンシップで32位。学生の部では、準優勝。2015年1月に大会直前の練習中に着陸を失敗し、左腕に怪我を負った。手術が必要で完治に半年間かかり、過去で一番の挫折感を味わうこととなった。大学4年生に上がった時に、 より多く飛ぶために2年間休学。8月に池田山で行われた池田山カップに復帰戦となる出場を果たし、55位。足尾山で行われたナサスチューデントカップで準優勝。9月に足尾山で行われたハンググライディング日本選手権で45位。2016年1月に行われた西富士ジャパンクラシックで16位。学生の部では優勝。 2月に、木の川で行われた全日本ハンググライダー、学生選手権で優勝。3月に、板敷山で行われた、ハンググライディング、日本選手権で12位、学生の部では優勝。8月に、池田山で行われた、池田山カップで24位、学生の部では優勝。ブラジルのブラジリアで行われた、ブラジルナショナルズオープンで日本ゴールを果たし、21位。 8月から9月にブラジリアで行われたプレ世界選手権に出場し、初参加となる海外の大会で、109人の世界の選手の中で最年少でありがらゴールした。2017年1月にオーストラリアのフォーブスで行われたフォーブスフラッテランズハンググライディングチャンピオンシップで57位。3月にミノ山で行われた全日本ハンググライダー学生選手権で優勝。 8月にブラジルで行われた世界選手権に最年少のオープン選手として初出場し106位。競技開始前日の公式練習日では3位となったが競技本番では振るわず最終日のミコールを果たした。2018年2月に行われた木の川スカイグランプリで3位。2月末の大学卒業後はアルバイトを行い遠征費を捻出しながら競技を続けた。 7月にマケドニアで行われたヨーロピアンチャンピオンシップで89人中47位。7月から8月にイタリアで行われたプレ世界選手権で109人中46位となり、日本人1位かつ総合30位以内で取れる唯一の日本代表選手枠であるワイルドカードを逃すこととなった。11月に朝霧山で行われたハンググライディング。 日本選手権で8位、U-30 では優勝。2019年3月にイタジキ山で行われたイタジキスプリングフライトで3位。4月にフロリダで行われたクエストエアーナショナルズで25位。クエストエアーナショナルズで8位。最終日は 100km を超える3時間のレースでゴールした。7月にイタリアで行われた世界選手権に オープン選手として参加し、48位。開催期間7月15日から26日の11日間で、競技が成立したのは9日間であり、そのうち6日間ゴールした。タスク8では、自身の過去の飛んだ距離とタスクの両方で最長となる 200km を超えるレースでのゴールも果たした。なお、参加資金は、クラウドファンディングで募り、目標金額である100万円を達成。 9月に足尾山で行われたハンググライディング日本選手権で9位。この大会でのトップゴールのポイントが加わったことにより、国内ランキングで自己最高の4位となり、次回の世界選手権に日本代表選手として出場する権利を獲得。2020年1月に行われた西富士ジャパンクラシックで8位。2月に行われた木の川スカイグランプリで優勝。 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。シベルワールドランキング。civlrankings.fai.org。2020年8月29日閲覧。a b j h f ハンググライディング協議委員会。jhf.hangpara.org.jp。 2020年8月31日閲覧。abc、ナグサイ公式ホームページ。www.nagu.flights.2020 年8月29日閲覧。ナグズフライフ YouTube。www.youtube.com。2020年8月29日閲覧。abcdefg、ヨーロッパアルプスを駆け巡る。 ハンググライダー世界選手権に挑戦。CAMP-FIRE.JP、e.。2020年8月29日閲覧。a k i r a n a s a www.facebook.com。2020年8月29日閲覧。https://twitter.com/sflife.twitter。2020年8月29日閲覧。 jhfflyersvoice13jhf.hangpara.or.jp 2020年8月29日閲覧 abcdefgh ハンググライダー学生ナンバーワンのなぐささとしさん飛びたい欲求が世界頂点への上昇気流となるか近代ピックス2020年8月29日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com2020 年8月31日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com2020 年8月31日閲覧公益社団法人日本ハングパラグライディング連盟 www.facebook.com2020 年8月31日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com2020 年8月31日閲覧 jhfhanggriding ググ協議委員会 jhf.hangpara.or.jp2020 年8月31日閲覧 abjhfhanggriding ググ協議委員会 jhf.hangpara.or.jp 2020年8月31日閲覧。あきらなぐさ。www.facebook.com。2020年8月31日閲覧。ABCJHF ハング,グライディング協議委員会。jhf.hangpara.or.jp。2020年8月31日閲覧。あきらなぐさ。 www.facebook.com2020 年8月31日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com2020 年8月31日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com2020 年8月31日閲覧あきらなぐさ www.facebook.com 2020年8月31日閲覧ホーブス・フラテランズ・リザルツショー www.forbesflatlands.com 2020年8月31日閲覧ハングエイド2017 www.hang-aid.com 2020年8月29日閲覧 A.B. JHF ハンググライディング競技委員会、jhf.hangpara.or.jp、2020年8月31日閲覧、あきらなぐさ、www.facebook.com、2020年8月31日閲覧、タスク7から1 2 4トルレース2ホール、コンペティションディザルツ、 HG プレワールズ2018フリーリー、ベネツィアジュリアエトリビューム。AIRTRIBUNE.COM。2020年8月31日閲覧。アキラナグサ。WWW.Facebook.com。2020年8月31日閲覧。ABJHF ハンググライディング競技委員会。 jhf.hangpara.or.jp2020 年8月31日閲覧タスク4から 246km レース2ゴールコンペティションリザルツ2019ナショナルズエトリビューン airtribune.com2020 年8月31日閲覧タスク6から 102km レース2ゴール コンペティションリザルツ2019ナショナルズエトリビューン。AirTRIBUNE.com。2020年8月31日閲覧。リザルツ 22ND5 ワールドハンググライディングクラス1チャンピオンシップ。AirTRIBUNE.com。2020年8月31日閲覧。アキラナグサ w w w f a c e b o o k c o m 2020年8月31日閲覧、あきらなぐさ、www.facebook.com2020 年8月31日閲覧、j h f ハンググライディング協議委員会、jhf.hangpara.or.jp2020 年8月31日閲覧、あきらなぐさ、www.facebook.com 2020年8月31日へ閲覧、ありがとうございます。